かい。おいらが生まれた町の古事記のお父ちゃんさ、イサミさんはちょっと頭がおかしくて、もう何十年も続いてガードレールをバンバン叩いてるんだぜ。すましてみなよ、今日もきっとガードレールを叩いてるはずだぜ。イサミさんが頭がおかしくなったのはなぜだか知ってるかい。死んだじいさんから聞いた話だと、隣の町のやつに棒で頭を殴られたらしい。それから伊佐美さんはこんなようにガードレールを叩き続けてる。おいらが花垂れの泣きの頃から、ベイベー見みよ、すましてみなよ、今日もきっとガードレールを叩いてるはずだぜ。伊佐美さんが魚釣りうめえの知ってるかい。おいらが釣った魚より何倍も大きい魚を拾ってどこで釣るんだぜ。俺の町にうるくら伝わる魚釣りの秘密を伊佐美さんだけが知ってたんだけど、頭がおかしくなってもう誰も知る者はいない。伊佐美さんが戦争行ったの知ってるかい。母さんから聞いた話と、フィリピンのどっかで戦ってきたらしい。帰ってくるのに物に入れろ、まだそこで行きたくないと言った。お国のためにと人殺しにした人と、もう二度とあんなとこには行きたくないと言った。伊佐美さん、あの当時どっちが気が狂ってたんだろう。あの歌を
ないか。
よ、流れろ泥の川、俺の街よ、流れろ泥の川、ありがとうございました。